どうもしゅんです。こんにちは。エルトさんです。あ、お願いします。エルトです。はい。某大手人材会社で勤務されている就活 YouTuber の方で、はい、いわゆるその就活のノウハウみたいな動画を上げている方々の方なんですけども、今日はエルトさんに、はい、大手企業に受かる、何ですかね、エントリーシートの書き方についてお聞きしたいなっていうふうに思ってるんですけども、はい、エントリーシート僕事前に書いてきたんですけども、はい、それについてフィードバックと、あとエントリーシートを書くときの考え方とか、書くときのポイントみたいなところを教えていただきたいなっていうふうに思います。うん、ということで今から添削してもらおうと思います。ちょっとフィードバックというか、あの添削が終わったということで、はい、フィードバックをお願いします。そうですね。一言で言うと、だいぶうんちですね。だいぶうんちですね。うんちですか。だいぶうんちだ。どこら辺がうんちですかね。あのね、はい、なんだろう。なんかちゃんとね、はい、あのなんか就活生らしいエントリーシートというか、はい、学生時代頑張ったことを書いてもらってると思うんだけど、はい、なんかそれはでもあるんだ。ちゃんとこれを頑張ってこういう課題があることに気づいて、はい、解決策こういうことやりました、はい、結果こうなりましたっていうのは書いてあるんだけど、はいはい、だって僕リクナビの何ていうのこう書きなさいっていうその通りに書きましたなんならその分めちゃめちゃ改良してちょっといやだから、はい、なんか手としては見ると、まあ、別に悪くないように見えるんだけど、はい、僕がなんかこれ微妙だなと思ったのは、まあ、考え方の問題なんだけど、しゅん君って何者なんですかっていうのが僕はこのエントリーシートから全く分かんないっていうこと。なんかこういう問題があるのは分かるし、はい、こういう解決策を提出するのも分かる、はい、で結果こうなった、売り上げが上がった、まあ、すごいじゃんって思うんですけど、はい、じゃあ、しゅん君はなんでこういう問題をこういう形で解決しようと思ったのかっていう、そのしゅん君の行動の裏にある動機とか理由みたいな、こう思ったからこうやってみたっていうのがないと、なんかちょっと魅力、しゅん君自体の魅力は全然つながらない。なるほど。確かに教科書みたいな答えになっていたような感じですよね。まあ、うんちって言ったけど、はい、無味無臭が近い。臭みすらない。臭みもないね。なんかこいつ臭すぎて気に留まるなとも思わないっていうセブンイレブンのアルバイトでやってたことがそのまま会社で活かせるかっていうとそうじゃないじゃない、はい、だからなんか困った時にこういう動機とかこういう意思で動くやつなんだっていうのをこういうエントリーシートから知りたい。なるほど。ここには事実しか書いてないのがもったいない。そうですね。エントリーシートだなってめっちゃ思いました。エントリーシートって本当に今シュン君はいろんな採用担当の方になってると思うから分かると思うんだけど、はい、めちゃくちゃ来るんだよ、はい、エントリーシートって。だから多分みんなこうフレームに当てはめたものを結構送っちゃうから、まあなんかさっ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 横にこう開けられてっちゃうことがあると思うから、はい、逆になんかそのそういう意思も入れるのも大事だし、木を手がってそういうフォーマット通りに書かないっていうのもありかもしれないですね。考え方としては、まあそれでミスったら結構どんないって感じなんだけどこんな感じかな、うん、テンプレに当てはまっているから通るっていうわけでもないっていうことですよね、うん、やっぱりどの会社さんもいやなんか個性が欲しいんだと思ってて、はい、なんか僕の動画でも前言ったんだけど、はい、なんか最近エントリーシートって複雑になってきてて、なんか空欄があって好きなこと書いてくださいとか、自己 PR とか学生時代に近いようなことを本当にフォーマット通りに書いてるから、個性が分かんなくなっちゃってるから、はい、あえてこういうフリーな欄を使って個性を見たいっていう考え方が最近増えてきてるのかなと思うんで、はい、だからなんか結局そこの個性を見て取れたら、正直書面だけで分かることってたかが知れてるから、はい、通してくれるかなと。あ、やっぱそうなんですね、うん、じゃあもうそんな、なんですかね、ガチガチにフォーマットに固める必要はなくて、うん、自分のなんですかね、個性強みみたいなところを話すじゃなくて書くっていうところが、そう、しゅん君のその元気な感じがエントリーシートからもっと見えるといいなと思います。わかりました、ありがとうございます、はい、エントリーシートってなかなか、なんですかね、みんな書くのも結構インターネットのそのこれがいいよっていうテンプレを元に作ったりすると思うんですけども、エルトさんなりのなんかエントリーシートを書くポイントみたいなのがあれば、 今のおっしゃっていただいた他にあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。と
まあ、大前提その自己分析ってちゃんとする、さっきのしゅん君の話で、はい、僕は何者なんだっけっていうのをまず考える必要があって、何強くて何弱くて何好き何嫌いっていう考え、まあ、そんな大したことじゃなくてもいいんだよね別に。なんかそういう自分が分かってきた時にじゃあどういう会社があるのかっていうのをまず考えた後、はい、そこに、まあ、エントリーシートを出すと思うんだけど、はい、まずは何を伝えればこの会社に響くんだろうというところから考えるといいかなと思って、何を伝えたらいい、そのために何の話を書けばいい、うんうん、っていうのだけ考えといて、だから要は最初は箇条書きでその起承転結を書くといいかもしれないね。なるほど。これが好きとかこれが強みで、まあ要はそのフォーマットと一緒だよ、こういう強みがある、でこういうところにこだわった時こういう意思でこれをやった、うん、結果こうなったっていうのをまあ書ければいい。でその大枠に何を伝えたいっていうのが見たいね。じゃあその会社ごとに伝えたいことが変わると思うんですよね、うん、その会社の社訓とか理念によって、うん、なのでその伝えたいことをまず先に決めるっていうことが重要っていう感じ。そうだね、あのちょっと動画の趣旨とはそれちゃうかもしれないんだけど、はい、僕は合ってる会社、なんか自己分析が僕はすごく大事だと思ってて、はい、合ってる会社に行けばいいじゃんっていう感じ、なんかその憧れとかもあったりとか行きたい会社もあると思うんだけど、行きたい会社が合ってる会社かっていうと僕ちょっと違うかなと思うんで、はい、なんか自己分析をめちゃくちゃ究極にした後にここ合ってるなって会社にだけ行ってれば変な自己 PR 変える必要はないかなと思ってるから、うん、それは変える必要ないんだけど、でもいろんな大、まあ、言ったら大手に行ってみたいみたいな思いはみんなあると思うから、その場合は一個一個変えていかなきゃいけないかなと思う。確かにそう考えたら、だからエントリーシートってもう一概に何て言うかポイントというか、うん、汎用性のあるこれっていうやり方があるわけではなくて、それぞれの会社に合ったやり方というか、うん、その思いを書くっていうことが大事っていうことが。そうだね、いやなかなかそう、もう欲しい人材も会社さんによって違うし、で自分をどう表現するかってやっぱり違うかなっていうふうに思うから、はい、なんかテストができる人もできない人がいたりとか、テストはできないけどでも違ったのがいい人とかって、意外とそのこういう就活とか受験とかの枠だとなんか埋もれちゃう人とかもいたりするじゃない、はい、だからなんかもっと自分らしく、せっかく文を自由に書ける場だから自分らしさを発揮するようなのにしてもいいのかなっていうふうには個人的には思う。確かにそうですね、うん、じゃあエントリーシートはまあそこまでなんていうかね、型にとらわれず自由に書くっていうのは一種ありな、何て言うかな、方法としてはあるかもしれないですね。こんな感じだと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。エルストさんのチャンネルの方でもエントリーシートの書き方とか就活に関する有益な情報の動画がいっぱいあるので、ほぼ毎日投稿されてるのでぜひ見てみてください。ぜひぜひお願いします。はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあ、ね。